アトラス3は2000年から2005年までに使用されたアメリカ合衆国の人工衛星打ち上げ用のロケットである。ロッキード・マーティンが開発、生産した。アトラス A から続くアトラスロケットの系譜において以前の1.5段式の機種と比較して初めて普通に2段式機種である。アトラス3は2段式で第1段は新型であるが、 第2弾は1960年代から多くのアメリカのロケットの上段に使用されてきたセントールで現在のアトラスビール部でも使用されている。第1弾のエンジンはアトラス V でも使用されているロシア製の RD-180 であるアトラス3は2形式がある。基本となるのはアトラス e やだがセントール上段ロケットのエンジンが2機あるアトラスフィブも 同様に生産された。アトラス3の初打ち上げは2000年5月24日でユーテルサットダブリュ W4 通信衛星を正式導道へ投入した。すべてのアトラス3の打ち上げはケープカナベラル空軍基地の SLC-36B 車上から行われた。2005年2月3日にアトラス3の最後の打ち上げである6回目の打ち上げが行われ。 その時の積載物はアメリカ国家偵察局の衛星だった。以前 JAXA で開発していた GX ロケットは1段目にロッキード・マーティンが生産するアトラス3と新規開発の2段目を使用するものだった。種ヶ島宇宙センターから2010年夏に打ち上げる予定だった。しかしながら2009年に引退したアトラス3の代わりに アトラス V のコモンコアブースターを一段目に使用するように再設計することになり、初打ち上げは2012年にバンデンバーグ空軍基地から打ち上げる予定になった。迷走の挙句、この計画は中止された。ありがとうございます。